んだ。聞き間違いだ。いいえ、はっきり聞こえた。俺だ。まずいことになった。いや、そうじゃない。8号機の情報が第三者に漏れた。あ、分かっている。なんとかするさ。場合によっては口封じをしてでも食い止める。ああ、機関に知られるわけにはいかないからな。これがシュタインズゲートの選択だとしたらやりきれないな。エル、プサイ、コングル、誰と電話を。お前には関係ない。選べ。秘密を守ると誓うか、あるいは死か。今すぐにだ。猶予はない。他に選択肢もない。我がラボの秘密を知った以上、貴様には覚悟を決めてもらうぞ。殺す。貴様が事実を公表しようとするならばな。この狂気のマッドサイエンティスト、ホーイン・キョーバーを。何？オカリンまた始まったん？キリュウ氏だっけ？オカリンのこれは一種の病気だから、気にしないでOK。バカ者が！お前のうかつな発言のせいで電話レンジカッコ仮のタイムマシンとしての機能がバレてしまったのだぞ。タイムマシン。今オカリンもうかつな発言を。で、桐生萌えか。全て話そう。その上で頼みがある。震えよ我が右腕。契約に基づき命じる。漆黒の極限をまといて我が望み、すなわち破壊の衝動を満たせ。これじゃあもう唐揚げ温められないよ。マユリオ、これはすでに電子レンジではない。タイムマシンなのだ。横暴だよ。じゃあオカリン、新しく電子レンジ買ってきてよ。そんな金はない。Thank you.
撮影は禁止だと言っている。記念に。何の記念だ。とにかく撮るな。くっ、俺も随分甘くなったものだ。昔ならば容赦なく始圧師の命を絶っていたところだろう。なんだ。本当にタイムマシン。本当だ。お前にも後で見せてやる。だから絶対に口外するな。いいな。よし、プログラム終わった。それじゃあ実験再開ね。でもまた店長さんに怒られないかな。案ずることはない。俺は昨日ミスターブラウンとこう約束したのだ。今日はもう揺らさないと誓うとな。揺らさないと約束したのは昨日だけであって、昨日から見るところの明日である今日は揺らしても問題ないのだ。何の解決にもなってないだろう。どうしてそこまで自信満々でいられるのか不思議。つまりこう言いたいのか、クリスティーナ。ミスターブラウンをやれと言っとらんわ。それに岡部みたいな虚狼が向かっていってもあの店長にはかなわないでしょ。ムキムキだもんね。なっ、それがシュタインズゲートの選択か。しかし、そこのバイト戦士。ウィース。そこで何をしている。見ればわかんじゃん。自転車磨いてんだよ。今日はバイトじゃないのか。バイトだよ。だからここにいんだし。彼女まだ自転車いじってたの。さっき私が来た時も階段の前にいて思いっきり睨まれた。おいバイト戦士、ミスターブラウンはどうしている。ミスターブラウン誰。一階のジャンク屋の店長のことだ。ジャンク屋じゃなくてブラウン管専門ショップでしょ。ブラウンってそういう意味か。お父さんの名前はミスターブラウンじゃないよ。店長は出張サービス中。しばらく帰還しないんじゃないかな。な、何？それは本当か。本当。じゃなきゃ私ここでサボってないよ。あ、何？サボってることは店長には何とね。じゃあ
今度は自転車に乗せて。聞いた通りだ。これこそがシュタインズゲートの選択なのだろう。ミスター・ブラウンは今不在。すなわちそれは実験し放題であることを意味する。結局根本的解決はまた先送りするのか。シュタインズゲートの選択だと言っている。何でもいいからさ、とりあえず電話レンジセカンドエディションバージョン 1.03 を試したいんだけど。セカンドエドエドションバーゼロション、セカンドエディションバージョン 1.03。 そんなやぼったい言い方はよせ。この改良型はヘブンリーメリーゴーラウンドだ。名前なんてどうでもいいだろ。いいから実験を。楽しそうだったから。そんなわけない。少なくとも私はこのサークルのノリにうんざりしてただけ。それにしてもこの助手ツンデレである。誰がツンデレだ。おお、マキセシってツンデレの意味わかるん。知らないわよ。どう見ても知っているな。顔にそう書いてある。じゃあオカリンの携帯に転送されるように設定するから。どうだ、これで電話レンジカッコ仮が紛れもなくタイムマシンだと分かっただろう。ちょっと、またグラグラ揺れたぞ。しかもなんか光ってたし、一体何をやらかしてんの。さて、ラボメンの諸君、第73回円卓会議を始めようと思う。昨日は第66回だったぞ。間の6回はどこに消えた。細かいことを気にするとは器の小さいやつめ。だからクリスティーナは助手止まりなのだ。だから私は助手でもクリスティーナでもないとあれほど。オペレーションウルド第一段階では D メールが送れること、 D メールの性能について検証した。今日の実験では作戦を第二段階へと進め、この D メールをより実践的に使ってみようと思う。実践的か。朝に届くようにして、おはようオカリンってちゃんと見てもらえるようにするんだね。そんなわけがあるか。そんなものはチラシの裏にでも書いておけ。チラシの裏じゃオカリンに届かないよ。
俺が言っている実践的というのは、すなわち過去を変えられるかどうかだ。ちょっと待って、そんなの危険すぎる。あんた神にでもなったつもり？おや、助手よ、何が危険だというのだ？タイムパラドックスよ。もしも仮にパラドックスが発生した瞬間に世界が吹き飛んだら、あんたどうするつもり？その時は俺もお前も死んでいるだろう。そんな無責任な考えで過去を変えようなんてふざけてるの？まさかあんた本気で世界に混沌をどうたらとかを実行に移そうとしてるんじゃないでしょうね。いやいや、それはないわ。マキセシ、オカリンの言うことはもっと適当に受け流しておけ。ん？そう？大丈夫だよ。オカリンはね、本当はとってもいい人なんだから。俺に対する評価など聞いてはいないが、クリスティーナの疑問には答えておこう。確かに俺の野望は世界に混沌をもたらすことだ。しかしそれを実行に移すにはあまりにも準備が足りなさすぎる。ましてや18文字しか送れないメールではできることなどほとんどないだろう。ゆえに今回は俺の野望プロジェクトカオティックについてはひとまず置いておく。プロジェクトカオティック、思いつき？マキセシ正解。イエス。たった今思いついてとりあえず行ってみたっていうオチかと。オカリンっていつもそうなんだよな。俺を分析するな、ダル。あとそこの助手、正解したかのようなガッツポーズはよせ。俺をバカにしてるのか。ねえねえ、それじゃあ実践的な使い方ってどんな使い方なのかな。過去を変える具体的内容について詳しく。まずこれはあくまで検証実験だということを忘れるな。過去を変えられるかどうかを確かめられればそれでいいのだから。岡部、あんたバタフライ効果って知ってる？もちろんだ。ああ、あれっしょ、風が吹けばオケ屋が儲かるってやつ。え？あ、いや、それは同じ意味のようだけど違うような。北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きるだろ。あ、そうそう、それカオス理論の一つ。つまりあんたの言う些細なことでも意図的に変えれば未来に重大な影響を及ぼすかもしれない。その責任をどう取るつもり？タイターはこう言っていた。世界は多世界解釈で成り立っていると。だから過去を変えてもいいって？あんなうさんくさい自称タイムトラベラーの妄想を信じるの？妄想だと証明できるのか？妄想をよりどころにして行動した結果取り返しのつかないことになったらどうするのかって言ってる。クリスティーナよ、お前は以前こう言っていたな。仮説を積み上げて理論が観測された時それは本物になる。矛盾しているぞ。いいえ、してない。この電話レンジの原理にはまだ仮説すら構築されていない。今の私たちは手探り状態と言える。こんな状態で過去を変えてみようなんてリスクが大きすぎる。せめてもうちょっと調べてからにすべき。実は試してみたくてうずうずしているのではないか？そんなこと。そもそも助手よ、お前は電話レンジ（仮）は
タイムマシンではないと思いたがっていたのではなかったかな。タイムマシンでないなら過去を変えることなどできない。それが証明できるかもしれないのになぜ否定する。うるさいな。それにタイムパラドックスのことを言うならばセルンはどうだ。奴らはすでに100人以上の人間を過去に送り込んでいる。タイムパラドックスの一つや二つ起きていても不思議ではない。あんな非人道的な実験をしてる連中と同じレベルまで落ちるつもり。人体実験などしないしできないのだから安心しろ。ねえねえ、オカリン、オカリン、あのね、マユシーはよくわかんないんだけど、過去を変えるって何をどう変えるの？では答えよう。俺がこの作戦において何をしたいかというと、宝くじを当てるのだ。僕は賛成。金があれば PC パーツ買えるし、メイクインにも行きまくれるじゃん。むしろ試さない方がおかしいっしょ。現金だなあ、オカリ。マユシーは悲しいです。もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにするとか。世界が平和にだと？なんだその偽善は。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティスト、ホーワイヤ。岡部、志が低すぎ。そもそも趣旨を履き違えるな。世界平和だとか志など知ったことではない。これは過去を変えられるかどうかを確かめる実験なのだ。最も分かりやすいのは宝くじを当てられるか当てられないかだろう。でも最大の目的はお金だろ。金を手に入れればこんなオンボロビルからもおさらばだ。大ビルか UPX に事務所を構えてやる。ほら、やっぱり綺麗事ではないのだよ。事務所を移れば開花のムキムキ店長の影に怯えず実験もやり放題。それに例えば100万円あれば、マユリの大好きなバナナはトラックの荷台が山盛りになるほど買えるのだぞ。マユリさん、このゴーツクバリに惑わされないで。黙れ、セレブセブンティーン。セレンディピティ？セレブセブンティーン。何よそれ。親の金でホテル住まいをしている分際で、人のことをゴーツクバリなどと言うな。萌香さん、あなたはどう思いますか？あの、不満があるならば代案を出すがいい。過去が変わったと分かりやすく認識できる些細な事象だ。私が今泊まっているホテルを変えてみる。俺たちには全く無関係な話だ。セレブセブンティーンは品川だろうがウグイス谷だろうがどこへでも好きに移ればいい。そんな言い方しなくてもいいだろ。っていうか、なぜにウグイス谷？あそこにはラブホ街が。そういうくだらないこと言ってるとロボトミー手術してあんたの前頭葉をかき出すぞ。じゃあ
いつも買ってるジューシー唐揚げナンバーワンを若ど…まゆりは一生唐揚げをむさぼっていろ。結局タイムマシンを前にしても思いつくことはそれほどないということだ。代案がなければ俺の案を採用する。俺だ。これよりオペレーションウルド。ああ、問題ない。責任はすべてこの法王院教魔が取る。迷惑はかけんさ。そうだ。これが俺の選択であり、同時にシュタインズゲートの選択でもある。聖戦は間近だ。エル、プサイ、コングル。では、作戦開始。開始って言われても、具体…俺に指示されなければ何もできないのか。まずは、宝くじを買ってこなくちゃ。いえ、過去の当選番号を手に入れればいいのよ。その通りだ、セレブセブンティーン。よくわかっているじゃないか。セレブセブンティーン言うな。つかさ、宝くじにもいろいろ種類があるっしょ。ここはやっぱ夢のサマージャンボ行くしかなくね。ああ、それね、こないだテレビの CM で見たよ。当選発表はされたのか。来週か再来週だったはず。それでは意味がないではないか。 D メールは過去にしか送れないのだぞ。ああ、そうだよな。じゃあサマージャンボの抽選日まで待つとか。本末転倒だ。サマージャンボにこだわるな。一番近い時期に当選発表が行われた。ふーむ、ちょっとググってみるわ。例えば未来から当選番号が送られてきたとして、私は信じるかしら。あのね、マユシーはそもそも宝くじの買い方知らないな。そうよね、10代の女の子は宝くじは買わないと思う。萌香は買ったことは？オカリンは買ったことあるの？ロト6を1回だけやったことがある。あ、ロト6ならちょうどいいかも。あれって確か当選番号を毎週発表してるし。そういうことだ。もちろんこれがロト6の当選番号だと補足して。先週の一等だと2億とか。え、いや待て、一等はまずい。なんで？2億はさすがにビビっちゃうわよね。いや、そうでもなく、一等は目立ちすぎる。は？わからないのか。俺は機関に追われている身なのだぞ。もしロト6で一等を出してマスコミから取材を受けることになってみろ。ならんわ。じゃあマユシーが当選したことに。ダメだ。オペレーションウルト第2段階はそこのセレセブって略すなよ。責任は取るという意味で俺が当選者とならなければ。まさかあんた金を自分のものにしたいだけじゃなかろうな。